2024年4月22日から5月10日にかけて南シナ海などにおいてフィリピンのマルコス大統領やテオドロ国防相らが参観する中で実施された、アメリカ軍とフィリピン軍の合同軍事演習バリカタンに、韓国の現代重工用が建造してフィリピン海軍に引き渡した。フリゲート艦ホセリサールが参加したとして韓国メディアが大々的に報じたよ。ホセリサールは2020年に7月にフィリピン海軍に引き渡されたフリゲート艦で、韓国海軍の仁川級フリゲートをベースとして現代重工用によって建造され、2021年には同級2番艦のアントニオ・ルナも現代重工用が建造してフィリピン海軍に2隻が就役しているな。今回はそんな韓国が建造したフィリピンのフリゲート艦が米非合軍事演習に参加した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ホセリサール級フリゲートについて公開されている要目としては、艦体サイズが満載排水量2600トン全長 107.5 メートル最大幅 13.8 メートル喫水 6.9 メートル乗員65メート。ベースとなった仁川級フリゲートより一回り小さく、搭載されている機関は、MTUSTX-12V1163TB93 ディーゼルエンジン4機による CODAD 方式で、2軸のスクリュープロペラによる最大速力は25ノット程度とされているよ。また、搭載が発表されている兵装は、主砲として62口径 76mm 単装砲1門は仁川級と同じであるほか、トルコのアセル3製の SMASH30mmRWS リモートウェポンシステム、リモートウェポンステーション遠隔操作式重火、1機と韓国製 K62.7mm 単装機14艇などが搭載されているんだ。また、対空兵装にはフランス製のミストラルタン SAM 近距離艦対空ミサイル連装発射機2機を備えている他に、近接防空システム CIWS1 機と対空ミサイルが装備される垂直発射システム VLS8 セルが搭載されることになっているようだが、現時点では後日装備として搭載されていないぜ。その他の兵装としては韓国の国産艦対艦ミサイルである海星 SSM 連装発射塔4機と 324mm3 連装単魚雷発射艦2機を備えているな。後部にヘリコプター用飛行甲板があって対潜哨戒ヘリコプター AW159-1 機が搭載され、搭載艇として複合型ゴムボート RHID モニ艇も搭載されていて、これを用いて海上での臨検などの任務にもつくことができるね。また、電子戦への対抗手段として NS9300A 電波妨害装置1機 CGARD-DL12T-137 デコイ発射機2機、PASEONS 海上システムなどが搭載されているみたい。なお、C4ISTAR としてリンク P 戦術データリンクや A 公式の CAPTAS に可変振動ソナーなどが搭載されるとして公表されているが、こちらも CIWS や VLS と同様に後日装備とされているらしい。このホセリサール級フリゲートに対して、そのベースとされている仁川級フリゲートは、満載排水量3090トン全長114無最大幅14無乗員120メート一回り大きい艦体を持ち、機関方式がディーゼルエンジンとガスタービンエンジンが混載されている CODOG 方式である点が大きく異なり、主機として MTU-20V956TB92 ディーゼルエンジン2機と LM2500 ガスタービンエンジン2機によって出力58,200馬力を得て、最大速力30ノットを発揮するぜ。また、兵装には主砲として62口径5インチ単装砲1門を搭載しているのは同じであるものの、近接防御としてはアメリカ製のファランクス 20mmCIWS1 機と RAM ブルク、1機サム21連装発射機1機を装備している点が異なるが、艦対空ミサイルを装填するための VLS は装備されていないな。ちなみに従来の韓国海軍艦艇の CIWS にはオランダのシグールが開発した 30mm 口径のゴールキーパーが搭載されていたけど、仁川級ではアメリカ海軍のみならず日本の海上自衛隊護衛艦にも搭載されている 20mm 口径のファランクスが採用されているね。その他の兵装として海星 SSM4 連装発射塔2機と3連装単魚雷発射艦2機を搭載し、
艦載ヘリコプターとして AW-159 哨戒ヘリコプター1機を搭載している点はホセリサール級と共通なんだ。今回のバリタ艦では、ホセリサールが艦対艦ミサイル改正を発射して 36km 先に設定された目標に命中させたとして、韓国メディアが韓国製のフリゲート艦から発射された韓国製の艦対艦ミサイルが見事な成果を収め、韓国の艦艇建造能力と武器統制能力が優秀であることを示したとして大きく報じているよ。またホセリサールを建造した現代重工業のチュウォンホ特殊戦事業代表もまた、今回の演習結果は韓国の艦艇建造力と艦艇運営ノウハウが、友好国の海軍戦力発展に寄与した事例であるとして、韓国の防衛産業の国際的信頼と競争力を一層高めると話したことも伝えられたな。現代工業ではフィリピン海軍にこのホセリサール級フリゲート艦2隻の他にも、哨戒艦2隻と沿岸警備艦6隻の発注を受けて建造を進めている上に、フィリピン海軍との間で売却した艦艇のメンテナンスや補修サービスを実施する契約を締結していて、それらに必要となる部品の供給だけでなく現地の整備体制への支援や教育などのサービスを提供する契約を結んでおり、フィリピン海軍と緊密な協力体制を築いているぜ。韓国海軍では現在この2側級フリゲートを6隻保有しているが、現在では韓国が開発した VLS-16 セルが搭載されている8隻のテグ級フリゲートを主力として運用しているね。しかし、テグ級の複数の艦において推進軸とベアリングが干渉して破損し、オイル漏れを起こす欠陥があることが明らかとなり、破損した部品を新しいものと入れ替えても最大速度を出せない状態が続いたことで設計上の問題があった可能性が指摘され、後継フリゲートとして中南級の開発を進めているみたい。これまで何かと欠陥が多いという指摘がされていた韓国の装備兵器だけど、ここ数年は世界で韓国製の装備を導入する国が増えているんだよね。先日はポーランドが韓国製の多連装ロケット砲システム系に戦車系旧自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを大量に購入するなど、世界的に韓国製の兵器への関心が高まっており、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や、現地生産などへの柔軟性が評価されているものとみられているよ。またジェット戦闘機の分野においても開発当初は第5世代ステルス戦闘機としてアピールしていた、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進める KF-21 トラメについては、第5世代ステルス戦闘機のステルス性能を高めるために必須とされている。胴体内にミサイルを格納してレーダーによる反射波を軽減するための開閉式ウェポンベイがないことから、2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催された、ソウルアデックス2023などのイベントでも、また開発元の KAI の公式サイト上でも KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の、F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとして売り込んでいるな。これは KF-21 を何が何でも第5世代と強調するよりは、現行の第 4.5 世代戦闘よりステルス性能を高めた戦闘機として、高価な第5世代の戦闘機を導入できない国々への売り込みを図っているものとみられているぜ。そして、フリゲート市場においても、現有フリゲートの後継艦の選定を進めている、オーストラリアに対して導入を狙うあからさまな動きを見せていて、韓国企業がオーストラリアの造船企業の買収に動いているとの情報があり、もしこの買収が成立すれば、オーストラリア政府が国内での建造による雇用創出を望んでいる現状から見て、汎用フリゲートの受注競争において韓国大きく有利な立場に立つとみられ、また現代重工業もオーストラリアの GE エアロスペースと輸出向け艦艇に最適化された推進システムの共同開発で合意したことが伝えられるなどオーストラリアとの協力体制を構築しつつあるらしい。オーストラリア国内のシンクタンクなどはオーストラリア海軍の次期フリゲートの候補としては日本の最上型護衛艦が有力候補であると見ているけど、韓国はオーストラリア軍の装備品開発に関わった実績がある分、日本よりも有利であるとして、装備品輸出の実績が皆無である日本が不利と指摘しており、
オーストラリアの次期フリゲートに韓国のフリゲートが選ばれる可能性が高まっているとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年8月26日、防衛省統合幕僚監部は26日午前11時29分から同31分にかけて、長崎県の男女群島沖の日本領空を中国空軍の YQ 情報収集機1機が侵犯したと発表したよ。それによると、中国軍機は同日午前10時40分頃から男女群島付近で旋回を始め、約2分の間領空を侵犯して午後1時15分頃に同群島付近での旋回を終えて飛行して北大陸方面に飛び去ったとしているな。今回はそんな中国軍機が日本の領空を侵犯し、日本政府が厳重抗議した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この中国軍機の領空侵犯に対して、航空自衛隊西部航空方面隊の F-15 戦闘機と F-2 戦闘機を緊急発進スクランブルさせて対応し、直ちに領空から退去するよう警告し、武器使用はなかったよ。防衛省がこれまでに発表してきた領空侵犯事例は46件あり、そのほとんどはロシア機によるもので、直近では2023年令和5年10月31日に、ロシア軍所属とみられるヘリコプターが北海道根室半島沖で領空侵犯した例などがあるけど、中国の航空機による領空侵犯は過去に2例が確認されているね。最初の領空侵犯は2012年平成24年12月13日に尖閣諸島沖縄県石垣市周辺で、中国国家海洋局の Y-12 輸送機1機が領空を侵犯したため航空自衛隊の戦闘機がスクランブルをかけた。二度目は2017年平成29年5月に、やはり尖閣諸島周辺の日本領海に侵入した中国海警局の艦艇から発艦した小型無人機ドローン1機が領空侵犯したのを自衛隊が確認していたもので、いずれも中国の公的機関による領空侵犯ではあったけど、中国軍機による領空侵犯が確認されたのは今回が初めてなんだ。このため航空幕僚部では事態を重大として受け止めているとして、日本政府が厳重抗議を行い防衛省では領空侵犯の意図を分析するとともに、引き続き警戒監視に万全を期すとしているな。日本領空を侵犯した中国空軍の YQ は本来、多用途中型輸送機として開発された4発のプロペラ機で、中国軍では更新ハイテクプロジェクトとしてこの機体を元に数種の特殊任務機を開発していて、それらは早期警戒機、対戦哨戒機、電子戦機など多種に及んでいるが、今回飛来したのは中国空軍と海軍も運用している YQ 情報収集機とされているぜ。この情報収集機は、YQ-JB あるいは YQ-JZ、GX-8、タカシン8号と西側で呼ばれている SIGINTELINT 型、通信、電磁波、信号などの通信用電波傍受や、非通信用レーダーなどの電磁放射の情報を収集して、情報諜報活動を行うの情報収集機で、機種、前部胴体側面、後部胴体側面にアンテナを装備しているため識別しやすいってわけだ。防衛省統合幕僚監部によると、領空侵犯となる恐れがある外国機に対する航空自衛隊戦闘機による、スクランブルの回数は2023年令和5年度には669回発生していて、そのうち中国の航空機によるとされるものが479回あって全体の約 72% に上っていたみたい。これまで中国機の活動範囲は主に尖閣諸島周辺だったんだけど、最近になって九州の西方沖で無人機を飛行させているのが目立つようになっているね。今回、長崎沖の男女群島の領空において有人の、しかも中国軍の機体が侵犯してきたことについて、中国が東シナ海での活動を活発化させていて、この先さらにエスカレートしていく可能性があると指摘する声が自衛隊内部などで上がっているんだって。今回の中国軍の有人機による領空侵犯に対して、インターネット上などでは領空侵犯した中国軍機は撃墜すべし、といった内容の過激な投稿が散見されているけど、
こうした領空侵犯機に対して自衛隊が取るべき行動は限られているのが現状なんだよね。航空機が他国の領空内に許可なく侵入することは領空侵犯として明確な国際法違反であり、領土及び領海の上空に広がる領空には、その国の排他的な主権を侵害するものとされるため、領空侵犯が発生した際には、戦闘機を発進させて警察活動の一環として侵犯機に対応するわけだ。日本においても、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づいて実施されていて、そのことは自衛隊法第84条に記されているぜ。自衛隊法第84条領空侵犯に対する措置では、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規または航空法昭和27年法律第231号その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、または我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとあり、これは国際法規または航空法その他の法令航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条などに違反して、無許可で日本の領空を侵犯した外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させるか、あるいは日本の領空から退去させるために必要な措置を取ることができるというものだな。この場合の必要な措置の内容について、過去の国会答弁などでは領空侵犯機の確認、日本の領空を侵犯している旨の警告を行う領空外へ速やかな退去させるか、または自衛隊基地などへの誘導に従わせるとの段階的な措置を経るとされており、それに従わない場合にのみ武器使用を認めるとされているよ。さらに最後の武器使用についても、まずは領空侵犯機に対して照準を合わせず機関砲などを発射するものとされていて、領空侵犯機が自衛隊機に対して攻撃を行わない状況であるのにいきなり撃墜することは禁じられているんだ。つまり、スクランブルを実施中の自衛隊機パイロットにおいては、現場で個人的に判断することは許されず、もし何らかの攻撃を受けたとしても攻撃を受けたことを報告した上で、方面航空隊司令官などによる命令がなければ応戦することもできないわけだ。しかし、このことによって自衛隊パイロットの生命が危ぶまれることになるため、最近の政府見解では領空侵犯機が突然自衛隊機に攻撃を仕掛けることがあって、報告の上で応戦許可を求める余裕がない場合などには、パイロット個人の判断で武器を使用することができるとされるようになったな。ただし、今回の場合は領空侵犯機がおそらく非武装である情報収集機であることから、自衛隊機が撃墜することは認められないとの見方だぜ。この事件について中国の SNS ウェイボでは日本や香港のメディアの報道が転載されたが、中国国民は、7月に海上自衛隊の護衛艦スズツキが無断で中国領海を一時航行したことについて触れ、今回の領空侵犯については報復でありよくやったなどとの声が上がり、意趣返しとして肯定的に捉える投稿が相次いでいるよ。また、このところイタリア海軍の空母カブールなど NATO 諸国海軍の艦艇が相次いで来日し、アジア太平洋地域への関心が高まっていることから、領空侵犯がそれらへの牽制ではないかとの見方もあるみたい。ただ、日本政府からの厳重抗議を受けた中国外務省は、林健報道官が27日の記者会見において、中国はいかなる国の領空にも侵入するつもりはないと表明した上で、事件の詳細については現在関係部門が状況について調査、確認しているところだと述べるにとどめ、領空侵犯は意図的なものではなかったとの認識を示し、日本政府が中国側に抗議していることについては双方が既存のルートを通じて意思疎通を保っているとしたぜ。折しも27日から自民党の二階俊博元幹事長ら超党派の国会議員による日中友好議員連盟の訪中団が北京を訪問しており、新型コロナウイルス災いによって停滞していた日中間の政治往来を活発化させようとの動きを見せているが、今回の領空侵犯がこうした機運に水を差す恐れが生じているな。日中間では2018年平成30年に、自衛隊と中国軍の偶発的衝突を回避することを目的とする、
相互通報体制海空連絡メカニズムの運用が始まっていて、2023年令和5年5月には両国の防衛当局幹部間直結のホットラインが開設されているけど、この先中国軍による領空侵犯などの活動がエスカレートし続けることで偶発的な衝突が発生する可能性は否定できず、このタイミングで訪中している二階氏をはじめとする親中派の議員団が、何か具体的な行動を示すことができるのかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ軍をはじめ航空自衛隊や西側諸国の空軍の多くに導入され運用されている、ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているエンジンが F-35 の最新バージョンでは、その能力を発揮することができないとして、新たなエンジンの開発が急がれているね。F-35 にはプラット&ホイット 2P&W 社製の F-135 アフターバーナー付きターボファンエンジン1機が、通常離着陸型 CTOL の A 型、垂直短距離離着陸型 STOVL の B 型、空母艦載機型カトーバーの C 型の3つの派生タイプに搭載されているな。今回はそんな F-35 のエンジン更新が急がれている理由について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、F-135 は高圧圧軸と低圧圧軸の二軸式ターボファンエンジンで、高圧圧縮軸として6段式高圧圧縮機を1段式高圧タービンで駆動させ、低圧軸としては3段式低圧圧縮機を2段式の低圧タービンで駆動させる2軸で構成されており、高圧圧縮機のタービン軸と低圧圧縮機のタービン軸が逆回転するようになっている同軸反転形式のエンジンだね。A 型 CTOL に搭載される基本型とされる F-135PW100 と C 型カトーバーに搭載される円蓋対策が施された F-135PW400 の大きさは、全長 5.59 メートル最大直径 1.17 メートル空気取り入れ口直径 1.09 メートル重量 1701kg で、その推力はドライ時で 128.1kN、アフターバーナー使用時で 191.35kN という高出力を発揮するよ。垂直及び短距離での離着陸が可能な B 型 STOVL に搭載される F-135PW600 は、前方に上昇用のリフトファンが備えられ、垂直離着陸時にはエンジンノズルが真下に変更してジェット噴流を下に放出するという特徴を持っているんだ。アフターバーナーはノズルを下に変更させた際に滑走路を傷める恐れがあるため、垂直離着陸時には使用できず、それと同時にドライ時最大推力も制限されることになるってわけ。また、エンジン本体のサイズも少し異なり、インレット直径は 1.168 メートルとほぼ同じながら、エンジン最大径は 1.27 メートルとなり、後方のリフトファンの直径が 1.30 メートルとなってリフトファンも含めた全長は 9.37 メートルだな。F-135 は整備性の簡便さに主眼が置かれた設計となっていて、そのため同じ第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターに搭載されている同社製の F-119 に比べて部品点数が約 40% 削減されているだけでなく、すべての部品が通常的に使用する6種類の工具で脱着交換できるように設計されているため、F-119 と比べると整備のための支援設備が 50% ほど少なくなっているとされるぜ。また、プラット2&ホイット2によると、F-135 は20万飛行時間を経たエンジンにおける飛行作動中に停止して再起動できなかった事故の割合が、F-15 イーグルなどの第4世代ジェット戦闘機に搭載されている F-100 ターボファンエンジンなどに比べて、13分の1という低率であるとしており、信頼性はかなり高いらしい。これは F-135 に2機の全自動デジタルエンジンコントロール FADEC が搭載されているためで、電子制御システムに対するバックアップ機能を持っているほか、すべてのアクチュエーターにもバックアップとして2機の電気油圧式サーボバルブ EHSV が備えられているなど、万一の時のためのバックアップ機能が優れているためとされているぜ。
このように F-135 は F-35 の初期型においてはその能力を発揮するのに十分な性能を持ったエンジンであったんだけど、米政府説明責任局 GAO が2023年に公開した報告書では国防総省は F-135 においてシステム全体の冷却要件とブリードエアを供給するエンジン設計が一致していないことを知りながら開発を進めたため、エンジンのオーバーホール設定が2000時間ごとから1600時間ごとに早まったとした上で、この影響によってアメリカ軍はオーバーホールの追加費用として380億ドル約6兆230億円が必要となると指摘したよ。国防総省は当初、F-35 の電力冷却システムパワー&サーマルマネージメントシステム PTMS に他対して、15kW の冷却能力を要求し、P&W は要求された冷却能力を満たすため PTMS に供給するブリードエアを確保したとしていたんだけど、機体を製造するロッキード・マーティンは PTMS が F-35 のサブシステムを冷却するにはブリードエアの抜き取り量を、さらに増やす必要があるとして2013年に PW に対して F-135 の設計変更を要求していたよ。しかし国防総省では、F-135 の設計変更にかかるさらなるコスト負担と導入スケジュール遅延の影響を検討した結果、F-135 の設計変更を行うには手遅れであると判断したんだ。それに加えて、F-35 の最新型であるブロック4ブロック4の登場に際しては、F-135 ではその能力を 100% 発揮することが難しいとの指摘がアメリカ軍における F-35 の管理部門である F-35 ジョイントプログラムオフィス JPO から発せられるようになったわけだ。 F-35 の最新型となるブロック4とは TR-3 テックリフレッシュ3テクニカルリフレッシュ3と呼ばれている最新のコンピューターハードウェアが搭載された機体のことを指し、それ以前の F-35A と比べて多くの機能が追加されて構成されており、これらの機能が全て実装されることによってコンピューターの処理能力が一層強化され、AI が搭載された無人戦闘機との共同作戦が可能になるだけでなく、パッシブセンサーで目標や脅威を探知する能力などもこれまでのブロックと比べて劇的に向上すると言われ、F-35 の機能をより引き出すことができるとされているぜ。ブロック4には高性能レーダー ANAPG85 やアップグレードされた ANASQ239 統合型防御電子戦装置、ANAQ40 エレクトロオプティカルターゲティングシステム EOTS 電子光学照準システム、ANAQ37 エレクトロオプティカルディストリビューティドアパーチャーシステム電子光学分散開口システム EODAS などが搭載された上に、それらを統括するには演算能力が25倍に強化された TR3 のコアプロセッサやメモリユニットの刷新が必要不可欠であり、その作動には大きな電力が必要とされるほか、かなり高くなる発熱を抑えるために冷却機能が向上された冷却システムに対応するエンジンのアップグレードが求められるみたい。そのためアメリカ空軍は、エンジン内の空気の流れを3つに増やしてその空気流量バイパス比を変更することで、効率的にパワーと冷却機能を得ることができる、3層空気流型エンジン3ストリームエンジンテクノロジーという可変サイクルエンジンの開発を進めることになったんだ。その技術はアダプティブサイクル技術アダプティブサイクルテクノロジーとも呼ばれ、それが採用された次世代のエンジンアダプティブエンジンアダプティブエンジンを開発するための、アダプティブエンジン移行プログラムアペイティブエンジントランジションプログラム AETP の契約を、P&W およびゼネラルエレクトリック社現 GE エビエーションと交わしたよ。AETP ではアダプティブエンジンへの要求として、F-35 に搭載するために F-135 と同じサイズであることのほか、アフターバーナー使用時には43,000ポンド以上の水力を発揮する F-135 の出力をさらに 10% 向上させることと、燃費を 25% 以上向上させることを求めているね。AETP において、GE は XA100GE100 エンジンのプロトタイプを完成させ、2021年8月に実施したテストでアメリカ空軍が求める性能をほぼ満たし、戦闘機エンジンとして可変サイクル能力を提供できることが証明されたとして、2025年には実機に搭載してのテストが可能になるとしたな。また、
P&W でも AETP に基づいたアダプティブエンジンである XA101 を開発していて、フェーズ2までのテストがすでに実施されたとして、こちらもまた実用化は近いとしているぜ。しかし P&W 社では、アダプティブサイクル技術を F135 に流用したオプション開発が可能であるとして F135 の改良型の開発を進め、これによって F135 の性能推力を 10%、航続距離を 11%、耐熱管理能力 50% 向上するとした強化エンジンパッケージの開発案を JPO に提案していて、その結果 F135EEP-F135 エンハンスドエンジンパッケージを誕生させていたわけだ。アメリカ空軍とロッキード・マーティン、それに P&W と GE は、AETP を採用して F35 へのエンジン供給を P&W と GE の2社体制にするか、あるいはエンジンコアを改良した F135EEP を採用してこれまで通り P&W の単独供給とするかで議論していたけど、アメリカ議会は F35 ブロック4に搭載するエンジンとして F135EEP の採用を決定したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。